演舞開演。どうも、本日はこちら平家漬け六銀条、大銀条でいいのか、今日食べてみたいと思います。何ですかね、読みにくい感じ多いな。どうやらこれは酒粕に漬けのようですね。お酒は飲めないんですけど、甘酒は大好きなので、でも白に白を重ねてつけてどうなるのかな。不可思議。ではご対面。あー、開き方悪かったなこれ。では、ちょっと断面もう見えちゃってますけど、とりあえず切ってみましょう。と、燻製や味噌漬けに比べると柔らかいですね、これ。では、いただきまーす。ちょっと白すぎたかな。酒粕もあっさりしているので、今まで食べてきた3つの中では一番豆腐の旨味を感じることができたかもしれないですね。豆乳が口の中にふわっと広がって美味しいのですが、先日の燻製屋のインパクトが強すぎてちょっと霞んでしまった感がありますね。というわけでこちらの点数とさせていただきました。豆腐を純粋に楽しみたい方はこちらの方がいいかもしれませんね。それでは、林間学校、仏様や守り手も、林間学校に行っている生徒の皆さんにご加護がありますように。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。